FM Naha. Your radio station. FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。8月1日、ただいまの時刻は8時を回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしています、モーニング那覇です。本日水曜日のお相手は若菜です。今日も1時間どうぞよろしくお願いします。さあ早速皆さんからのコメント届いてますね。タキシーさん、ワッカナさん、おはようございます。ドイツでビールたくさん飲んできましたか、ということですね。めっちゃ飲みました。あの行ったその日はちょっとさすがにあの時差ボケで結構しんどくて、あのそんなに飲めなかったんですけど、翌日からまあ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 な勢いで飲んでました。そしてアイミルキーさん、おはようございます。若菜さん、おかえりなさい、ということで、ただいまです。もうね、やっと25時間の乗り継ぎでしたからね。そして野の中の銀のホタルさん、おかえり若菜ちゃん。ライチさん、グッモーニングウェルカム8月って来てますね。そうですね、今日から8月です。いやー、本格的な夏ですね。もう8月になってね、ずーっとセミ鳴いてますからね。もう夜もね、あれちょっとセミ勘違いしてないかなぐらい結構鳴いてますよね。さあ自転車の店さんからもおはようございます、って来てますね。今日もゆたしくです。さあ先ほどもお話ししました、私先週のモーニング那覇ラジオ終了後にヨーロッパ旅行に旅立ちまして、つい昨日沖縄に帰ってまいりました。沖縄から成田、成田からカタールですね、ドーハ、そこからフランクフルト、ドイツの方に移動だけで25時間。まあ長い移動でしたけど、それも楽しみながら1週間のヨーロッパ旅行を楽しんできました。まあね、移住もいいかもって思うぐらい素敵な旅でしたけれども、女性として一番心配だったのはお手洗い。すいませんね、あの朝からこんな話。あのトイレ事情って国によって違うと思うんですけど、私が行った、ドイツ、オランダ、ベルギーは、まあ例えば日本ではスーパーコンビニ、大型商業施設、まあ今の時期で言えば海ね、ビーチに備わってるお手洗いとか、基本的には誰でもいつでも自由に利用ができると思うんですけど、まあね、ドイツ、ヨーロッパは50セント以上、日本円でだいたい60円から65円以上かなぐらいを支払うか、もしくはお店の商品を買った人に関してはレシートにバーコードとかパスワードがあって、それをピッとしたり、まあパスワード入力してお手洗いを入るというよね、あの有料形式なんですよね。まあでも、まあね、もちろん空港とか宿泊ホテルは無料なんですけど、まあ、有料であることでね、安全かつ清潔に保ってるのかなって個人的には感じましたね。まあそういうトイレ事情も大丈夫でしたし、街並みは綺麗でしたしね、商業施設も整っていて、なんといっても人が優しかったので、まあ今年は厳しいですけど、また資金を貯めてね、行きたいなと思いましたよ。さあということで、今日のトークテーマは行ってみたい国ということでお届けしますよ。皆さんからのメッセージお待ちしております。メールアドレスは 780@fmnaha.jp
780@fmnaha.jp となっております。またこの放送はツイキャストユーストリームで動画配信もしておりますので、お時間ある方はぜひぜひこちらもお楽しみください。さあそれでは本日1曲目いってみたいと思います。朝から元気な曲ですよ。ウルフルズで愛がなくちゃ。オフトークです。皆さんおはようございます。さあアイミルキーさん、ドイツから衛星中継ですか。今年もあと5ヶ月と来てますやってみたいですけどねドイツからねちょっと社長にお願いしようかなさあよろしくお願いします。確かに早いもんで今年もあと5ヶ月ですね。どうしようかな。全然なんか本当に日々日々あれをこなしてこれをこなしてってねやってると、なんか自分成長したかなって思うくらいあっという間にね月日が経ってしまいまして、あと5ヶ月怖いですねあと5ヶ月も全力で頑張っていきたいと思いますさあ銀のホタルさん、やかなちゃん0泊4日の弾丸ドイツ旅行だったのと0泊ではないですよまあ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 しんどいまあ弾丸ではないですけどね、ベルギーとオランダも行けたので、向こうでね親切なご夫妻をお供してもらって一緒に楽しんでまいりました。ヨーロッパ旅行でした一応4泊はしたからな、眠ったよな今日も1時間どうぞよろしくお願いします。78.0 アネッタイラディオ FM ナハ。ただいまの時刻は8時9分を回りました。カルチャンプルナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしていますモーニング那覇です。これからのお時間は今日のお天気と道路交通状況をお伝えいたします。まずはじめに今日のお天気です。本島中南部西の風のちやや強く曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さは 2.5 メートル、のち3メートルとなっています。そして降水確率は午前 40%、午後12時から18時が 50%、18時から24時が 60% となっております。そして日中の最高気温は31度となっております。皆さん本日も熱中症には十分にお気をつけください。さあそして現在注意報警報発表されております。本島中南部では土砂災害に注意してください。本島北部では河川の増水に注意してください。沖縄本島地方では高波や落雷に注意してくださいということで、雷波浪注意報が出ております。続きまして道路交通状況です。現在沖縄道上り西原ジャンクション付近にて事故が発生しているということで、若干の路肩規制が入っているそうです。続きまして那覇市内の道路交通状況です。現在義母周辺ですね、首里義母周辺で渋滞が発生しております。続きまして安里から草原寺向け、より宮から与儀向けにも渋滞が発生しているようです。続きまして山下方面、小禄方面、那覇空港方面にて渋滞が発生しています。皆さんお時間に余裕を持ってお出かけください。以上本日のお天気と道路交通状況をお伝えいたしました。
今日のトークテーマ、行ってみたい国ということでお届けしております。沖縄モンチッチさん、若野さん、おはようございます、ということです。おはようございます。そしてカンパチさんからもおはようございますって来てますね。そして自転車の店さん、時差ボケでもビール飲んだんだって来てもちろんですやっぱりね、来たからには地元のねビールを飲みたいって思って、まあ正直言うと機内から飲んでました別について時差ボケだから飲んだではなく、もうすでに飲んでましたそしてライチさん、今日トンボ死にたくさんいるんだけど台風来るっていう風になってますね。新しい台風はまだできてない感じですが、今ね台風12号があれですね、ちょっと鹿児島付近かにいますね。沖縄はコースから外れたみたいなので、今のところ沖縄には影響ない予定なんですけれども、確かにトンボね、沖縄ではトンボが飛んでると台風のね知らせだっていう風に昔から言われてますので、もしかしたらね来るのかな、今年ね当たり年だからね来る可能性は十分にあるかなと思います。注意してちょっと台風情報も見ていてもらいたいなと、私も見ておきたいと思います。さあということで、皆さんの行ってみたい国、ぜひぜひメッセージお待ちしております。さあ本日2曲目行ってみたいと思いますよ。沖縄のアーティストですごくねちょっと暖かくなるような曲です。キロロさんで月の夜、どうぞ。オフトークでーすライチさん、ボンジュールって来てます。これボンジュールってあれドイツだったっけそしてアイミルキーさん、日本に比べて気温はどうでしたかと。同じぐらい暑かったです。日中昼間が長いんですよね。今サマータイムで21時半、まあ22時ぐらいまでめちゃくちゃ明るいんです、ヨーロッパ。なのでまあビール飲む時間も長くなりますあれねやばいっすね日中長くて21時回っても明るいと錯覚起こしますあれはダメですそしてライチさん、トゥモローランド行ったと。なんでトゥモローランドって知らなかったな。え、これ本当にあるランドっていうかこれちょっと詳細聞きたいぐらいですねそれでは引き続きよろしくお願いします。ただいまの時刻は8時18分を回りました。これからのお時間は沖縄タイムス琉球新報の紙面より今日のニュースをお伝えいたします。まずはじめに沖縄タイムス総合面よりお伝えいたします。佐喜真氏に一本化、知事選保守系安里氏不出馬へ。11月18日投開票の知事選で立候補を表明しているシンボホールディングス会長の安里重信が出馬を取りやめる方針であることが31日分かりました。自民党県連などで作る候補者選考委員会の出馬要請を受託した佐喜真淳宜野湾市長に保守系候補者が一本化される見通しとなりました。複数の関係者によると、安里氏は今後佐喜真氏側と政策などを協議し、支持者への説明を終え次第不出馬を表明するということです。
続きまして琉球新報、こちらも総合面よりお伝えいたします。空手家聖地に集結、今日沖縄国際大会開幕。第1回沖縄空手国際大会が1日那覇市の県立武道館で午後0時半から開会式を行い開幕します。豊見城市の沖縄空手会館では午前奉納演舞を行います。開会を翌日に控えた31日、空港やモノレール駅は海外から来沖した空手家たちでにぎわいました。植地流の道場の仲間とフランスから訪れたペロッタさんは、空港で空手大会の看板を見つけて喜んだ。30年間鍛錬を続けているとし、沖縄空手は体も精神も鍛えられると、その魅力を語りましたということです。以上、沖縄タイムス琉球新報の紙面より今日のニュースをお伝えいたしました。トークテーマ、行ってみたい国ということでお届けしております。自転車の店さん、ドイツ、オランダ、ベルギー、みんな自転車に優しい国ですねということです。確かに電車もそうなんですけど、公共施設、バスね、バスとかも結構自転車用のバスとか電車がたくさん走っていて、あ、なんて動きやすいというかね、親切な国なんだろうって私も思いました。さあ、そしてかっちゃんさん、わっかなリスナーの皆さん、おはちーすと新かっちゃんの天気&今日のラッキーアイテム。今日の兵庫県は晴れのち曇り、最高気温34度、最低気温27度。ラジオ聞いてるあなた、今日のラッキーアイテム、体重計以上ですでもある意味ね、この体重計、私結構重く感じておりますずっとね、移動ばっかり続けてるとやっぱり機内食もそうなんですけど太りますねちょっとね、乗るのが怖いぐらいです、体重計さあ、そしてアイミルキーさん、テーマ、行ってみたい国、アメリカ本土とカナダです。ヨーロッパやハワイは行ったので、ぜひ一生のうち一度は行きたいですと。ハワイも行ったんですね、ヨーロッパ、ハワイ。なんかこれだけでも羨ましいんですけど、アメリカ本土とカナダ、まあこれもね、また魅力的な国ですね。なんか世界遺産も多い国カナダがありますので、私もカナダちょっと迷ったんですよね、カナダ今回。いや確かにいいな、これはね、私も同じく一生のうち一度は行きたい場所です。さあ、そして同じくアイミルキーさん、若菜さんはヒッチハイクと野宿で旅行してたんですかとあ、いやいやいやなわけないじゃないですかしっかりホテル泊まりましたよ。そしてドイツでね、お友達がいるので、まあこのね、ご夫婦と一緒にオランダの古城に泊まったり、まあね、お家にも泊めてもらったりとかして、めちゃくちゃエンジョイしましたよさあ、そして野の中の銀のホタルさん、行ってみたい国、ガンダーラ、モモバル、モモ、あ、なんだこれどこあたりガンダーラ、ガンダーラ、桃源郷あたり、私知らないどこだインド、スタッフさんから聞きました、インドの方。なんかあれですね、結構これマニアックじゃないですか、インド、ガンダーラ、桃源郷。うん、ちょっと気になるので後でちょっと調べてみたいと思います。ありがとうございます。
さあ、そしてアイミルキーさん、リクエストあったらお願いします。川島愛さん、スーツケースですということで、スタッフさんにちょっとね確認してもらってますよ。少々お待ちください。さあ、そして直樹先生、遅れました、おはようと。大丈夫ですよ、まだまだありますので、どうぞよろしくお願いします。仙人さん、おはようございます、来てますね。そして銀の蛍さん、今雷雨ですと。あ、いいえな、こっちはまだギリギリ大丈夫かな。ライチさん、昨夜めっちゃ暑かった、あれは肩ぶいやさそうですね、そうですね、あの急にね、あの暑いでって暑いのに、晴れてるのに雨が降ることってね、まあ、肩ぶい、スコール、沖縄ではよくあることですね。さあ、そして自転車のミセさん、テーマ、行ってみたい国。石垣島にいた時はここから船一本で行けるんだと思うと、台湾へ行きたくなってましたと。確かにそうなんですよね、意外と台湾ってすぐ行けるんですけど、近すぎてなかなかね行かないんですよね、沖縄の人。うん、私もね、今度はあの台湾、シンガポールとか、あと北京とかもね行きたいなって思ってます。さあ、そしてとんこつしゅうさん、ほう、浦添市は晴れとなるほどそうですね、雷雨のところもあれば晴れてるところもあると沖縄ならではですね。そして仙人さん、行ってみたい国はロシアと台湾。あ、台湾、台湾多いですね、行きたい人ね。いい国だって言いますからね、人もとっても優しくて、親日家も多いということなのでね、ぜひぜひ私も行きたいところの一つですね。さあ、なんかそうこうしてるうちにめっちゃ早い、30分が経とうとしてます。そろそろモーニング那覇前半終了のお時間です。モーニング那覇、引き続き8時30分からもよろしくお願いします。かっちゃんさんから、わかなちゃん、ドイツ行ってナンパされなかった？もしわかなちゃんにナンパしたやつ、ドイツやねん。あ、滑ったナイスナイス、うまいですね。そうなんですよね、あのされたかったんですけどあのやっぱりね、日本人、ヨーロッパ、私が行ったところが珍しかったのかな、あの日本人珍しそうに見てたりはしたんですけどね、あのそんなに声をかけるほどではなかったですね、残念ながらさあ、引き続きモーニング那覇8時30分からもよろしくお願いします。後半スタートはウチナーグチナウです。今日はですね、バスレーンです。それではウチナーグチナウ、どうぞ。ベンビーとサルガカメ太郎のウチナーグチナウ。さあ、今回ご紹介する言葉はこちら、バスレーン。バスレーン、バスレーンとは、朝夕ラッシュ時緩和のために設けられたバス・タクシー専用の通行帯のこと。車社会の沖縄ではバスレーンを把握しておかないと、うっかり交通違反をしてしまうから気をつけてね。はい、バスレーン検問してます。一般車通れませんよ。はいはいはい、あれ、一般車どころか普通の人間が走ってる。おい、君君、歩道を走りなさい。え、バスレーンでしょ。君バスじゃないだろうが。いやいや、とりあえず整理券取って。整理券ってこれガムやし。あーせ、じゃあ僕の胸元見てごらん。何よ、90って書いてあるでしょ、90番。これ T シャツのプリントやし。うるさいな、僕の鼻押してごらん。はいはいはい、じゃあポチッと。ピンポーン、次止まります。君バスじゃないか。おまわりさん、あんまり時間取らさないでよ。これがステーキだ。食の王様、ステーキハウスエルシャダイあけぼの店。ステーキ 200g がなんと1000円。さらにライス、スープ、サラダは食べ放題。那覇市あけぼの 3-19-1 あけぼの小学校を向かい、ステーキハウスエルシャダイ。新都心に雪が降る？南の雪氷、牛乳をベースにしたミルク氷とフルーツ、スイーツ、和菓子のハーモニー。食べた瞬間シュワッと溶ける新しい氷の魔法を体験してね。那覇市アジャ 1-15-1 南の雪氷新都心店。那覇のリゾート、波の上海空公園。海水浴、ダイビング、シュノーケリング、バーベキュー、シャワールームに駐車場も完備。海空公園は那覇市内唯一のビーチです。那覇のベイエリアをもっと楽しむ、波の上海空公園。
FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。8月1日、ただいまの時刻は8時30分です。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしています、モーニング那覇です。本日水曜日のお相手は若菜です。残り30分もどうぞよろしくお願いします。さあ、今日のトークテーマ、行ってみたい国ということでお届けしておりますよ。直樹先生、テーマ行ってみたい国。チベットに行く高山鉄道の特急に乗り、チベットのラサかなと、なんかちょっとロマンチックじゃないですか、鉄道、しかもチベット。いやー、これはなー、なんか景色も楽しめるんだろうな、いいですね。いや、なんか確かにこういうところもね、一生に一度は行ってみたいところの一つですね。うらやましい。これは確かに同じく行ってみたい国の一つにしたいなと思います。そしてアイミルキーさん、テーマ行ってみたい国。南半球の国は日本と季節が逆だということなので、真夏に涼しいオーストラリアに行きたいです。木の上で若菜さんに似た動物がユーカリの葉っぱを食べてますよねと。あーい、これはディスってない？まあディスってない？途中ね、真夏に涼しいオーストラリアぐらいまでは良かったんですけど、余計なお世話です。木の上で若菜さんに似た動物があって、こら。もうちょっとなんかね、いいのなかった？いい、可愛らしい動物なかったかな？そして直樹先生、飛行機内は気圧が低いからかなり酔いますよね、わらわらと。そうなんです。ですね、多分それもあったんだと思います。着いてから時差ボケプラス気分の悪さ。まあまあ胃の調子が悪くて、ビールがなかなか進まないっていう。残念なやつ。そう、多分ねそれもあったんだと思います、気圧ね。注意します。さあ、そしてかっちゃんさん、テーマ行ってみたい国。かっちゃんはね、韓国。おかんと一緒に韓流ドラマにハマってもうたし、韓国の女の子かわいいねーってね。確かにそうなんですよ。韓国のね、女性はすごくね、美意識も高くて、日本人もそうなんですけどね、日本人も美意識は高い方だと思うんですけど、さらにね上回ってるんですよね。そして綺麗、可愛い、ゆっぽよって言うんですよね、きっとね。ゆっぽよって言いますよね。私も行ってみたい韓国。ちょっとすぐ行けるって思ったらね、なかなか台湾とか中国同様足を伸ばさないですけど、でもぜひぜひ私も行ってみたい。そしてね、なんかドラマとかに出てたところを回ってみたいと思っちゃう。そうですね。さあ、こんな感じでリスナーの皆さんからのメッセージたくさん募集してますよ。メールアドレスは 780@fmnaha.jp、 780@fmnaha.jp となっております。またこの放送はツイキャスト、ユーストリームで動画配信もしております。お時間のある方はぜひぜひこちらの方もお楽しみくださいということで、後半1曲目いってみたいと思います。リクエストありました。川島愛さんのスーツケース、スタッフさん見つけてくれました。早い、めちゃくちゃ早い。ということで、川島愛さんのスーツケースです、どうぞ。さあ、オフトークです。アイミルキーさん、若菜さんはドイツの入国の時、税関でいろいろ調べられたでしょう、わら。そして日が暮れてもビール飲むでしょう、わらと。私どういう風に見られてるんですかね。一応入国スムーズでしたよ。まあまあスムーズでしたよ。で、日が暮れてもビール飲むでしょ、わら、ごもっともです。That's right です。正解。そしてかっちゃんさん、リクエスト TWICE の
ダンスザナイトアウェイスタッフさんよろしくできてますね。なんとなんと見つけてくれました素晴らしい。もうね最高なんですよ、うちのスタッフイエーイってきてます、イエーイって映ってますねということで後半2曲目で流したいと思います。少々お待ちくださいね。ありがとうございます。それでは後半もどうぞよろしくお願いします。ただいまの時刻は8時38分は回りました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしています。モーニング那覇です一番大事なところ噛んでしまいましたねさあこれからのお時間は今日のお天気と道路交通状況をお届けいたします。はじめに今日のお天気です。本島中南部西の風のちやや強く曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さは 2.5 メートルのち3メートルとなっています。降水確率は午前 40%、 午後12時から18時 50%、 18時から24時が 60% となっています。そして日中の最高気温は31度となっていますよ。さあそして本日本島地方雷波浪注意報が発表されております。本島中南部では土砂災害、本島北部では河川の増水、沖縄本島地方では高波や落雷に注意してくださいということです。続きまして道路交通状況をお届けいたします。現在沖縄道下り沖縄北インターチェンジから石川インターチェンジにかけまして工事があるということで規制がかかっているようです。続きまして沖縄道下り那覇インターチェンジ付近にてこちらも工事があるということで規制がかかっているそうです。続きまして那覇市内の道路交通状況です。現在首里方面、そして小羽倉から麻団橋、麻団橋から坪屋に向けて長い長い渋滞が発令ですね、していますね、発生かしてますね。そして山下付近、小禄方面、那覇空港方面でも渋滞が発生しております。そして麻里から草原寺向けにも渋滞が発生してますね。それから久茂寺から波の上に向けましても渋滞が発生しております。そして泊付近、上間方面、中間向けにも渋滞が発生しております。皆さんお時間に余裕を持ってお出かけください。以上本日のお天気と道路交通状況をお届けいたしました。さあ今日のトークテーマ、行ってみたい国ということでお届けしてます。自転車の店さん、行ってみたい国、海外は韓国しか行ったことがないのでもう全部の国に行ってみたいけど、一番行きたいのはモンゴルかな。ただ広い草原を自転車で走って、遊牧民のゲル、テントみたいな家、あ、ゲルっていうんですね、泊まってみたいと。いいですね、なんかこの地元というかね、その地域のこういうね、あの宿泊先っていうか現地の生活、日常生活に触れるっていうのはね、すごくいいことだなと、私もやりたいなって思うぐらいです、こういうのはね。そして直樹先生、時間があれば世界のどこかで天体ショー起こる皆既日食を見に行きたいかなと。確かにね、あのその年によって場所、一番よく見れる場所って変わりますから、
ぜひぜひそういう場所を探して私もね行きたいですよね。めっちゃ綺麗に見れるんでしょうね、そういうのって。さあそしてかっちゃんさん、かっちゃんはクーラーしてパン1で寝て風邪ひいちゃったと大丈夫ですか？治りました風邪注意してくださいね。確かに暑いですけど今の時期クーラー油断すると風邪ひいちゃいますからね。それだけは十分に注意してください。さあ後半2曲目行ってみたいと思いますよ。かちゃんさんからリクエストありました、 TWICE のダンスザナイトアウェイ、どうぞ。オフトークです。さあ自転車の店さん、オランダの古城に泊まったんだと、いいなと、めっちゃ良かったんですよ。もうね贅沢にちゃんとね、スタッフさんもすごい紳士なオランダ人のスタッフばっかりで、わかります？食事を出す時に、まあねその時はお世話になったご夫婦とも一緒に古城ホテル泊まったんですけど、出すタイミングをこうアイコンタクトで合わせてね、こうはいどうぞって、そしてね出し方が超かっこいい。片手後ろに回して、片手はね料理にね手を添えて、もうそれに見とれて料理の説明ほとんど聞いてないでもね素敵な古城でした。本当にもう一回行きたいです。ここはぜひぜひ皆さんも機会があればオランダの古城泊まってみてください。素敵な場所です。さあそしてアイミルキーさん、給油地のドーハですね、記念撮影で若菜さんは茶色で木目調で鼻が高くなってましたねそんなことないでしょそんなことないよまあドーハの滞在時間4時間ありましたけどまあ楽しみましたよ、空港での滞在も。めっちゃ綺麗なんですよねドーハの空港木目調でって後ろにね、まあ、でっかいシンボル的なぬいぐるみじゃないや置物があったんですよ。それを言ってるんですよねアイミルキーさんさあ後半残り15分少々、どうぞよろしくお願いします。ただいまの時刻は8時47分を回りました。これからのお時間は沖縄タイムス琉球新報の紙面より今日のニュースをお伝えいたします。まずはじめに沖縄タイムス総合面よりお伝えいたします。浦添商業半路決勝へ、全国高校総合体育大会2018彩る感動東海総体は31日津市のサオリーナで先行開催のハンドボール女子の準決勝を行い、県代表の浦添商業が明光学園福岡代表を26対24で破って初の決勝進出を決めました。県勢女子が決勝に駒を進めたのは2008年に準優勝した那覇西以来10年ぶり。浦添商業は1日午前10時から全国頂点をかけて昨年優勝の厚生学園女子と同会場で対戦するということです。まもなくですね、1時間ぐらいですね、頑張ってほしいです。ぜひぜひ優勝旗を沖縄に持って帰ってきてください。さあそして続きまして、琉球新報こちらも総合面よりお伝えいたします。佐喜真氏に一本化へ、知事選自民候補者浅利と会談。
11月18日投開票の県知事選で出馬の意思を示している宜野湾市長の佐喜眞淳氏と元沖縄コンベンションビューロー会長の安里重信氏が31日那覇市内で会談をしました。県政奪還に向け候補者の一本化が必要との認識で一致し協議の継続を確認しました。自民党県連は佐喜眞氏への一本化に向けた交渉を続けており、この日の会談には國場幸之助会長ら県連幹部も同席しました。安里氏周辺によると、安里氏は県連の意向を踏まえ、支持者への説明がつき次第佐喜眞氏への一本化に応じる見通しということです。会談では一本化に向けて双方で政策などをすり合わせていくことで合意し、県連は早ければ8月中旬にも一本化を実現したい考えということです。以上、沖縄タイムス琉球新報の紙面より今日のニュースをお伝えいたしました。国ということでお届けしておりますよ。自転車の店さん、ガンダーラって最有機で三蔵法師が行った上司方法ってことですか。どうなんですかこれ。そしてまるちゃんさんが、ガンダーラって古代インド地域にあった王国らしいよと。現在の領域で言うなら、ガンダーラはインドではなくアフガニスタン東部からパキスタン北西部にあたると、ウィキペディアに書いてあった。最有機ってドラマの主題歌だったねと。いいですよね、何かわからないときウィキペディア、私も活用しています。さあ、そして名の中の銀のホタルさん、行ってみたい国モーニングナハってところ見学できるなと。ぜひぜひ、国ではないですけど一応いつでも見学できます。ぜひぜひ来てください。モーニングナハもね、朝8時から9時って早い時間ですけど、今の、ね、時期は夏休みなので子供たちも通りすがりでね、手振ってくれたりとかして見学もしてくれてますので、ぜひぜひいつでも来てください。さあ、そして自転車の店さん、時差ボケじゃなくビール飲みすぎて気分悪かったんじゃないかと。否定できません。これはね、可能性ありますね。さあ、そしてアイミルキーさん、今日も若菜さんをディスらないことを誓います。わら、誓った後ですぐディスるからね、アイミルキーさん。銀のホタルさん、水曜モーニングナハはわっかなちゃんを、これなんて読む。これなんて読む、ホタルさん。読めなかったら聞く。ちょっとね、最近やばいんだよね、なんか読めない感じが。危ないな。そして直樹先生、行ってみたい国、アメリカのアメフト、 NFL のマイアミドルフィンズを応援するツアーに行きたい。なんかこれは本場だし、私もこれ行ってみたいです。めっちゃ応援合戦、これもすごいんですよね。すごいんですよねって私今手をおばさんみたいにしましたけど。さあ、そしてかっちゃんさん、若菜さん、韓国に一緒に行くぽよ、わら。いつが合うかな。まあまあ合わないんじゃないかな。さあ、そして
アイミルキーさんリクエスト曲かけていただいて、若菜さんスタッフの皆さんありがとうございます。できてますね。さあそして今日空手大会があるみたいです。選手の皆さんが通っていって、あの手振ってくれました。ありがとうございますさあそしてアイミルキーさん、ドイツに旅行して一回りも二回りも体型だけ体型じゃなくて人間的に大きくなって帰ってきたのにまだ噛むのは変わらないですねとそうだなあの噛むのは仕方ないかな確かに海外行くとあの視野もね、視点も結構変わりますし広くなりますね。あのいろんなことを学んだ1週間でした。なんか貧困の差とかね、結構なんか子どもたちが一生懸命こう歩いていろいろね収集しながらこう稼いでるというかね姿を見てしまって、なんか心痛いなというか、何かしてあげられることってないのかなって思ったりもねしました。でベルギーとかもとっても綺麗な街ではあったんですけど、ちょっと入るとねスラム街とか少し治安が悪い場所があったりとかして、そこにねやっぱり子供がいると心が痛くなりましたね。だけど噛むのは変わらないですいろいろ学んできましたけど、これがアタスですさあそしてマトリックスさん、行ってみたい国エストニア、これもまたマニアックですね。ぜひぜひ行ってみたいとね、行ってみてください。行ってみたらぜひぜひこちらの方にもお知らせくださいということで、そろそろモーニングナハ終了のお時間となります。明日はさゆりさんこと立花さゆりさんがお送りいたします。ぜひぜひ明日もお楽しみください。それではまた明日、そして来週もどうぞよろしくお願いします。ぜひ皆さん元気よくお仕事出勤なさってください。それではまた来週、いってらっしゃい。さあ皆さん今日もありがとうございました。ちょっとね盛り上がっていて嬉しいぐらいにね、ちょっと読めなかったコメントありましたので読んでいきますよ。銀の蛍さん、現実的に行きたいのは北欧の国とかグリーンランドとか、またはカナダ、幻想的なオーロラとか雪と紅葉のコラボを見てみたい。確かに絶対綺麗ですよねこれね。しかも私もオーロラ見たいです。どこが一番綺麗に見れるんだろうか。スイスとか見れるかな。確かにカナダも見れるって聞きますけどね。わー行きたーい。さあそして自転車の店さん、天空に浮かんでるというラピュタすごいぞラピュタは本当にあったんだとすごいぞ、いいですねぜひぜひ行ったら教えてくださいさあそして夢の国 FM なはとぜひ来てくださいね。あ、さっき読めなかった漢字、栗、ネズミって書いてリス。マジですか、ありがとうございます。そうなんだ、でも結構難しい漢字だな。素晴らしい、こんな漢字知ってるんですね。ちょっとまた1個学びました、ありがとうございます金の蛍さん、リスルいいねそしてアイミルキーさん、若菜さんはドイツに行っただけで漢字が読めなくなって帰ってきましたね、前からかわらとこら別に読めなくなってはいないですよ。 あれ難しいさね、あのリスルって感じさあそして直樹先生、お疲れ様でした。金の蛍さん、また野菜と、わっかなちゃんの元気な声聞いたから寝ますとオフトゥンですねさあそして自転車の店さん、スイスではオーロラ見えないよと、あらそうなのねさあ若菜さんはオーロラ姫のようです、天神姫ではないですよと
あの甘噛みしないように頑張りますさあそれでは来週もゆたしくです。ありがとうございました。